武豊火力発電所でおととい発生した爆発事故おととしちゃんとは発電所の内部を取材していましたこちらが木質バイオマスの貯蔵庫です山積みにされているのは木製のバイオマス燃料これがバンカーと呼ばれる別の貯蔵庫に運ばれますがその付近が火元と見られています バイオマス燃料をめぐっては、鳥取県の発電所でも去年9月、爆発が発生。空気中に舞った燃料の粉に、何らかの原因で引火する粉塵爆発が起きた可能性が高いとみられています。これ自身はですね、そんなに危険なものではありません。名古屋大学大学院で木質バイオマス燃料を研究する福島和彦教授は、 燃料自体は危険ではないものの、保管や運搬などの過程によっては、発熱する可能性があると指摘します例えばこのペレットの中にです、ね、金属とか石とか、不純物が混入しているとしますと、そこでその摩擦によって火花が出たりすることあるんですよねさらに。部分的に発光しているとしますとですね。 そこから例えば関連性のガスが出る場合もありますし仮にこの燃料が原因の場合福島教授は全容解明にはかなりの時間がかかるといいますですからどこの国からどういうペレットを入手しているのかそのあたりをやはり、えー、つまびらかにしていかないとですね なかなか結論難しいと思います原因究明と再発防止が急がれます